食べとじりやチャンネル。今日は家族で遊べる簡単カードゲームを紹介します。その名もスナップ。スナップとはイギリス生まれのカードゲームです。トランプさえあれば2から6人で遊べます。ルールはとっても簡単、小さい子でも簡単に覚えられます。まずは2人でやってみよう。各プレイヤーにカードを均等に配ります。配り終わったらカードの束を下に向けて、1人ずつカードの数字を声に出して中央に置きます。前のカードと同じカードが出たら、スナップと叫んでカードの上に手をつきます。一番早く手をついた人が中央に出されたカードすべてをもらうことができます。カードがなくなった人は負け、最後に残った人が勝ちとなります。とっても簡単でしょ。次は3人で英語を使ってやってみたよ。たまにこんなことも。あれ、同じ数字が出ない。スナップという言葉が言いづらかったら、家族で言葉を作っちゃおう。ドン、バン、ニャー。ぜひ家族やお友達と遊んでみてね。いかがでしたか。本日の動画は食べトレシニアインストラクターの関あかりがお送りいたしました。チャンネル登録よろしくね。